よし、じゃあ続きやっていきます。今回コクリア襲撃の再度ハトですね。コクリアへ情報収集のために訪れていたアモン。その時、青霧の木のグールがコクリアへ攻めてくる。グール捜査官としてグールの殲滅へ向かう。アモン上等。アキラ。青霧の襲撃だ。私をここに置いていけ。二人まとめて死ぬことはない。敵を前にしたら手足をもがれても戦え。お、これ何分間防衛とかいう、そういう感じのミッションかな。で、このスキンのアモンってあったっけ。さあ来い。とりあえずクラと同時曲がるはず。オッケー。出は遅いけどかなりの範囲攻撃になってる。はいはい。やばいやばい、アキラが、アキラが攻撃されちゃうわ。つか上にさ、上てか後ろの方に迂闊がいるんだよね。なかなかあそこまで届くかな。届くね。ちょっと手前のやつを放っておいて、でもまずは迂闊を倒さないとどうにもならん。オッケー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 。迂闊というかあれだな、射撃部隊だな。ちょっとなかなか難しいけど、一旦こう照準を外してもう一回合わせるとエイムアシストみたいなのを聞いて勝手に照準が合ってくれるっていうね、そういう優しい仕様でした。ちょっとナキ、ナキ何やってんの。危ない、落ちるとこだった。今本当に落ちかけた下に。これはアキラごとぶった切ってないかめちゃめちゃ心配なんだけど。ほいほい、こいつしぶといね。よいしょ。ちょっとあれだ、やばい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 。回復キットを取って、危ないよ。おっと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 、こっちに来い。よいしょ。これあれかな、射撃でやった方がいいか。あいつ広角だからめちゃめちゃ詰めてくるだろう。射撃でひるませつつヘッドショットに当てて、やばいね、来るね。よいしょ。さあこっち来い、もっと来い。ここ手榴弾とかないのかな。 CRC ガスとか置いてない。あるね、あそこ。あれはどうだろう、火炎瓶なのかな。 CRC、 おっとっと、いてててててやばい、ナキ強いんだけど。さあこれなんだ、これ CRC ガスだね。確実に当てていきたいけど、どっかで攻撃入ってくれれば。今だ、ほら出て。おいおいおい、これ効いてるのか。これはどうなんですかね、効いてるんですかね。はいはい、よいしょ。おら、そろそろひるんでくれない。はいはい、オッケー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 。ここで一気に削って、で追撃で終わり。あ、追撃するまでもなかったか。うん、なんだなんだなんだ。あ、これあれか、ムカデかな。あー、ムカデだね。軍隊。ここ名シーンなんだけど。篠原さんに何をした。めちゃめちゃ名シーン。ちょっと回復しよう。それきつくないか、これ。アイテムいっぱい落ちるわ。これめちゃくちゃ俺が好きなシーンなんですよ、ここ。眼帯、俺この眼帯よね。昔この断罪にこうもじってというか、昔遊んでた記憶がありますね。東京グルカルナバルってゲームなんですけど、断罪アニメがめちゃくちゃ防御力低くて、めっちゃ攻撃力が高いのに防御力はほんと神みたいなやつで、すぐ一番に死ぬんで、そこいつも断罪って叫んでた覚えがありますね。あいつ突っ込んでくるな。そうなんかね、ムカデ、ムカデあんまり好きじゃない、本当に敵としては。自分で使うのマジで強いけど、もう敵にやろうと、やば、厄介すぎる。ほら来いよ。よいしょ。でもこいつもろすぎ、ムカデもろい。
もろいっすね。ほんと、10発も当ててないんじゃないか。いいんだろ。ただのグールでいいんだろ。いいんだろ。もう食べたくない。袋。ああ、ここの見上げるアモンさんめちゃくちゃかっこいいっすよね。この風が吹いてこうね、背広と髪こうなびいて、ここのアモンさんはマジでアニメめちゃくちゃかっこいいんすよ。はい、ということで名シーン、もう本当に前回もそうですけど今回も名シーンでしたね。あのやっぱルート A に関しては、ガンタ A のシーンが僕の中では一番残ってるかな、ムカデの下りが。というわけで今回は、再度ハトですね、やってみきま、いきました。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。